な。ね、でも本当に想像できないですもん ね。山田さん、何か聞いてみたいことないですか。聞いてみたいことですか、さっき裏で聞いちゃったんですけど。聞いちゃったんです。満足しちゃいました。あとなんかあのパンフレットですか、あれに結構いろいろ書いてある。そうですね、あの休憩中は意外とみんなでバレーボールしたりとかしたんで、そう、ちょっとあまりにもこう作業にもこうみんなあの熱中して引きこもって一人一人書いて、なので休憩中は本当にもうみんなでしんどいなとか言ったり、上司の悪口言ったり、あとそうですね、バレーボールして遊んだりして発散してました。全体でどのぐらいの期間。私は途中参加だったので、トレーニング期間を含めて全部で約4ヶ月です、という本当にいろんなエピソードがあるんですけど。そうなんです、あの山田さんがおっしゃってくださった通り、あのこれも今回試写会になるんですけど、またあの公開が始まりましたらですね、また今回パンフレットがありますので、またあの映画館に行かれた時にはパンフレットのこう、いろいろエピソードが書いてございますので、また手に取っていただければと思います。ということで、古賀さん、実は今日お二方に何かお渡ししたいものがあるって聞いてるんですが。はい、はい、あのもしよかったら受け取ってください。さあ、何でしょう。はい、山田孝之さんの、わあ、すごい、嬉しい、はい、素晴らしい。そして一斉さんも嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。古賀さん、古賀さん、古賀さんと山田さんも、皆さん、お客様にもちょっと見せてあげていただいてよろしいですか。ね、素晴らしい。すごい似てます。似てますってのもあれですけど、似てますよね、似てますっていうのもあれですけど、あの実際この役で、ま、この絵ではもちろんあの、ね、あのスクリーンではこの、ま、スタイルというかで、皆さんまだご覧になってないからね、ちょっとわからないかもしれませんが、スクリーンではあのこれでは出てきません。この山田さんと伊勢さんの顔では出てきませんが、このスタイルで出てくるんです。いかがですか。いや、本当に嬉しいですね。嬉しい。いや、この仕事してよかった。古賀さん、結構時間かかりました。これは本当にゴッホ風に描いたので、はい、それこそお一人1日2日で描かせてもらいました。あ、そうですか。いや、もうなんかもう見とれちゃってますけれどもね。ということで、古賀さん、サプライズよかった、大成功でした。ありがとうございます。それでは早速マスコミフォトセッションに入らせていただきたいと思いますので、ぜひ古賀さんも一緒に入っていただきまして、フォトセッションをしましょう。でそれではマイクをお預かりさせていただきます。カメラの中の皆さん、じゃあご準備いただきまして、古賀さん真ん中に最初入っていただきましょうか。で、パネルはこのままでよろしいですか。はい、立ち位置、スタッフの方ちょっと指示出しお願いします。大丈夫でしょうか。スタッフの方大丈夫ですか、この辺りで。で、はい、じゃあいただいてを持っての撮影としましょうか。よろしいでしょうか。じゃあ早速センターから参ります。はい、オフィシャルさんです。じゃあ目線、はい、カメラさんに目線いただければと思います。ね、え、手立ってませんか、大丈夫でしょうか。皆さん、息してくださって大丈夫ですからね。ね、息してくださって大丈夫ですよ。多少おしゃべりしてもね、声は映りませんから大丈夫ですよ。だんだん中央戻ってます。右のカメラマンさん、大丈夫でしょうか。よろしいですか。よろしいでしょうか。はい、で、じゃあセンター大丈夫ですか。じゃあ今度はですね、あのお二方で撮らせていただきたいと思います。じゃあ古賀さん、一旦また後ほど帰っていただくということで、古賀さん、ありがとうございました。はい、後ほど頑張っていただきます。それでは、じゃあ山田さんと伊勢さん、お二人でもう一度撮らせていただければと思います。もう一周させていただきます、ごめんなさい。じゃあセンターから参ります。はい、
よろしいでしょうか。センターさんよろしいですか。はい、ありがとうございます。それではですね、最後にちょっと実は本日はお客様にサプライズプレゼント、お客様にもサプライズプレゼントという、最後、撮影じゃなくてそのこっちからその後です。あ、分かりました。じゃあそうしましょう。ごめんなさい。じゃあムービーさんに、はい、少しちょっと手振ってるような感じで動画をいただければと思います。ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。じゃあここで、はい、お客様にサプライズプレゼントということで、実は10秒間だけですが、本日皆さん、あの写真撮影 OK とあのお二方がおっしゃってくださいましたので、はい、皆さん、そして SNS に拡散させていただければと思います。ということで古賀さんにもお戻りいただきたいと思います。どうぞ古賀さん、お越しください。ありがとうございます。それではちょっと10秒間という短い時間になるんですけれども、皆さんご準備よろしいでしょうか。はい、ね、それではいきます。じゃあまずはセンターで10 9 8 7。じゃあ今度向かって左の皆さんにお願いします。6 5 4。では向かって右の皆さんにお願いします。3 2 1。はい、終了ということで、これにて終了とさせていただきます。皆様どうもありがとうございました。ありがとうございました。古賀さんもありがとうございました。それでは最後になりました。皆様、こちらもう一度携帯電話電源をお切りいただきまして、お二方からこれからご覧になりますお客様、そしてカメラの向こうで公開を楽しみにされているお客様にですね、メッセージをいただきたいと思います。まずはじゃあ一斉さんからいただきましょうか。 絵はどうしますか。持ってますか。大丈夫ですか。ありがとうございます。はい、お待たせしております。もうすぐですからね。ゴッホは聞いたところによりますと、本当に日本に憧れて、浮世絵を描きたかった、日本に来たかったという夢があったそうでございます。その夢が叶う今日でございますので、ゴッホも多分喜んでいるだろうと私密かに思っております。十分楽しんで、ゴッホ尽くし味わってみてください。ありがとうございます。それでは山田さんお願いします。はい、本当に見たことない映像で、とても面白いです。刺激的な映画になっているので、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。あと、僕と伊勢さんは吹き替えの方を担当させてもらったんですけど、字幕版の方もきっと公開があると思うので、そちらの方も見てもらえるとまた違った楽しみがあると思います。ありがとうございます。お二人にご挨拶させていただきます。お二方をどうぞ大きく拍手でお見送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。準備が整い次第上映開始となります。上野の方ではですね、こちらゴッホ展も開催中でございますし、また良かったの面白かったのと思われた方はですね、この写真ぜひどんどんいろんなところでアップしていただいて、皆さんにその面白さ素敵さをお伝えいただければなと思います。皆様この後どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。本日は本当にありがとうございました。東京ボーダーレス TV